広島県運転免許センター広島県運転免許センターは広島市西区、石内南にある広島県警察が管理する運転免許試験場広島県広島市西区、石内南三丁目一の一もともと広島県警察の運転免許センターは中区元町にあったが1965年建設で施設の老朽化が進んだことや駐車スペース 業務量の増加などの問題に加え、実技試験を行える運転免許試験場は 7km 以上離れた西区間の西町にあって、利便性に問題があったことから、これらを当時整備中であった西風新都エリアに移転統合したものである。鹿島建設が整備を手掛け、1998年6月に、春工、同年10月1日に開所した。総面積、 約25万平方メートルと広大な敷地に5階建ての庁舎が立地し、約800台収容可能の駐車場を併設。試験コースは外周オール片側3車線の4輪試験コースと2輪試験コースが完全に分かれている。この他に隠し訓練コースがあり、原付講習コースや特殊条件下での運転体験コースなどを有する。ホームセンターの大きな特色として、 高速道路体験コースの存在が挙げられる。全長2 2 4トル直線1トルの片側2車線周回コースとなっており、実際の高速道路と同様に料金所、トンネル等が存在し、トンネル出口には交付装置が設けられるなど、全国初の本格的な訓練コースと言える。出入り口は免許センター IC、トンネルは、 もみじトンネルという名称が与えられている。最高速度は時速8 0トルコース両端のカーブでは高速車、時速5 0トル低速車、時速3 0トルに速度が制限される。停止処分車講習や取り消し処分車講習などの実車指導や各警察署主催の安全運転講習会で用いられるほか、中国、四国の高速道路交通警察隊が 合同訓練などで使うこともあるという、ありがとうございます。